はい、どうも皆さんこんにちは、もみけんです。シンプリゴン だったっけ、この会社はね、モンスターズシリーズはねおなじみですね。はい、では、製品版の方ねやっていきたいと思います。初めから今ちょうど12時になったとこでね。はい、じゃあ、髪型、この辺金髪とかあるのね。いやー、ちょっとね普通でいいや。赤と黒かいくかな。あ、黒ちょっと濃いな、やっぱこれでいいわ。で、スカーフ、まあオレンジかな。まあこの辺はまあ適当でいきましょうか。まあ、多分この辺変えれると思う。変えれないかな、愛着が出てくるんでね。よし、じゃあ OK。 はい、ではね、まあバーッとクリアしたいなと思いますけどね。まずはね、バーッとやって、その後ね金作とレベル上げ、このね調査したいなと思います。まあ、モンスターズなんでね、あとバトルね。じゃあ垂れ流しやっていきましょう。はい、まあ、基本ね結構無言が多いんですけど、私はね、もう少しなんだ、間に合ってくれ。あ、なんか記憶喪失とかなんか言ってたね。これまず入れるんだ。リアクターですね、これがね結構まあ今回の作品である。なるほど、誰か敵襲があって、それでまあまあサイヤ人のあれみたいなもんか。なんか CM ではそんな感じでしたね。お、画質綺麗ね。はい、まあ常にねエマージェンシーの感じで、おお、なんかねナメック星にねありそうなやつですけど、なんだっけ名前、ね、宇宙船ですよね。中に人乗ってたんかな。はい、いいですね。早速出るんですね今回はね、堀裕二さん。まあ3人の名前がまず出る感じかな。いやー、画質ほんと良くなった。今の今までね、あの1やってたんですよ。まあ、9年半前に出たね、9年と4ヶ月ぐらい前に出た作品をね、全然違うな画質が。ニュー 3DS で今やってるんですけどね、やっぱ画質いいよね。はい、ではまあこういう大陸行くよってことですね。まあ、そういうまあ最初の紹介でしょうね。なんかホラーチックなとこ、まあね今ヨッドムア島みたいなとこ行ってきたんですけど、まさにそんな感じでね。まあゾンビの、種族ごとに、まあモンスターズはね1も2もなんかそんな感じですね。種族ごとにこうっていうか、まあ氷の大陸とかね、住み分けがしてありますもんね、島ごとに結構ね。じゃあここは中心のやつかな。はい、ではね、ここは体験版であったとこですね。まあ、体験版はね、すべてやり込んだわけじゃないですけど、だいたい30分か1時間ぐらいやってね、まあまあ、だいたいコツつかんで、ストーリーネタバレになっちゃうかなと思ったんですけど、まあ、特にネタバレはなかったですね。ここの、ね、こっからスタートでしたもんね。で、一応ストーリーはこっちはあんだね。はい、というわけで、まあ、基本ね、メインストーリーまずね、バッとやっていきたいなと思います。はい、不時着。もう完全にあれだね、ジョーカー。はい、ジョーカーシリーズはね、神獣との話なんですよね、主人公と。まあジョーカーっていう、まあ神獣がね最終進化みたいにするとね、ジョーカーみたいになるんですけど、シリーズ1ではねスペーディオ系、キングスペーディオとか、あとはね、グラブゾンとかね。まあ、変身する神獣だったんですよ。犬からね、鳥と、まあ、ゴリラみたいなやつとね、あとドラゴン。まあ、種族によってね、変身したりするんですけど。それが1。で、2が、キングソードだっけ。今ね、スーパーライトですげえ邪魔くさいやつなんですけどね、対戦相手出たら。はい、じゃあ、ロボットと人間って感じかな。ピピ、おはようございます。あなたのしもべの山頂。おお、山頂ね。はい、でございますと。朝食ができております、テーブルまでお越しください。まあまあこの感じでドラクエ5って感じですね。山頂ね。はい、では、まあストーリーがね今回あるんですね。体験版とやっぱ違うね。タンスは関係ないかな。あ、本棚は関係あるんだ。本棚は関係ないんだね。あ、これニュー 3DS のちっちゃい
コントローラーあるんですけど、右上にね、それでも動きますね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、ニュー 3DS ならではのやつもね、動けますね。まあ 3D 機能がないみたいなんですけどね、スクエニと 3D 機能はあんまり相性良くないのかな。あんま出してこないですね。惚れ惚れする食べっぷりでしたね。満足されたようで何よりです。ところでご主人様、今日ご予定はお決まりですか？今日も天気がよろしいようで、お昼寝いかがですか？はい、じゃあ良い一日を。ここは楽園、安全で優しい世界。まあこれがね、滅びるんでしょうね、きっとね。はい、では最初は、まあこういうのは、浄化シリーズは結構ミッションとかが上に親切に載ってたんですけど、特にないかな、今回は。結構 LR がゆっくりだね。まあ、ページ、ヒュッっていう感じではないね。もっと今の今まで浄化ワンしてたんでね、全然違うな。樽はどうなんだろう、関係ないか。はい、では、どこ行ったらいいのかな。まあ、一応下の方にね、下画面に地図があるんで、まあそれ頼りで、一応話しかけましょうか。ここではどんなことでも、ご主人様の自由、好きなことをされてよろしいのです。何ができるのか確かめたいなら X ボタンを押して、まあ X ボタンを押せってことか。旅の心得。ここヒントか。はい、話す、調べ。話す、誰かと会話したり、A ボタンで OK と。で、移動中は、まあ普通にね、移動できますと。これ見ろってことですね。はい、じゃあまあとりあえず、まあこういう平和なとこにモンスターが現れて最初のバトルが経験するって感じかな。これ仲間のやつでしょうね。今日は何して遊ぼうか。そうだ、もう一件、雲の数でも数えてみよう。平和の象徴だな。Y を押して周りを選択。まあまあいいや、こういうのは。まあまあこっちも同じような感じでしょうね。はい、びっくりマークのとこに行ってくださいってことか。まあ、オンラインゲームみたいな感じでね、親切に、一応指示みたいなのあるんですね。はい、というわけで、ここではジャンプできますっていう感じか。はい、まあ、この辺はね、まあ、チュートリアルなんでね、最初のまあ、30分か1時間ぐらいはね、まあ、チュートリアルでしょう。一応、上と下と動かせるんだね。あ、これがあれか。さっき不時着したやつか。招待証明のポットだ。見たことない機械が中に入っている。どうやら頭に装着する機械のようだ。はい、リアクターを初めて装着する瞬間ですね。あ、主人公が最初からじゃあ不時着したわけじゃないんだね。このリアクターが異世界からやってきたっていう感じか。へえ、そういう話ね。へえ、面白い。そういうことか。リアクターが特別なんだ、この少年ではなくて。なるほど、見つけたってことか。見つけた、やっと見つけた、もみけん。まあもみけんは多分他の島から、他のね、どっかやってきたんでしょうね。はい、女の子が、まあこのシーンはね、 CM でありましたね、女の子ね。おー、ブルマっぽい。誰に似てるかな。探したあなたのこと、ジャミングが強力で大変だった。はい、いけません、ご主人様。この女は世界を滅ぼす悪魔です。言いなりになってはダメです。リアクターを捨てて逃げてください。おおおお、すげえこういう感じなのね。やべえな、ガチやな。いやー、この会社もほんと成長したね。スクエニの下請けじゃないけどまあね、一緒のやる会社が、共同でやる会社があるんですけどね。ここまでやっぱ DS 専門の会社って感じしますね。はい、これが世界が壊れていく。ここも CM であったな。あー、さっきのやっぱり平和すぎた偽りの世界みたいなとこやったんだよね。幻想の世界みたいな感じか。はい、ではこっから、なんだろう、これが本当の世界っていう話かな。いいですね、この静寂もね。はい、ここから出ましょう、もみけん。こんな場所にいてはいけないわ。むしろこいつらが危なかったんかな。なるほど、そういうパターンもあるな。バラバラに山頂が転がっている。壊れてしまったようだ。はい、入っていたカプセル。まあぶっちゃけそんな感じするね。もともと今いた世界、安全ですみたいな世界が偽りの世界だったみたいな話かな。一応これ主人公ジャンプできるんよね。まあモンスター捕まえてね、ライドするっていうのは今回のね、
話なんで楽しみなんですけどね。うわー、上下が。僕の友達ね、僕もね結構 3D 酔いはたまにするんですけど、やりすぎたらね、モンハンとかは結構、モンハンじゃないか、まあしたりするんですけど、僕の友達ひどいやつがいてね、それ比べたらマシかなと思うんですけど。この先に見える世界こそあなたから奪われた世界。ごめんなさい、すべてを伝えるには時間が足りないみたい。この後から体験版と同じ世界かな。はい、リアクターで。そのリアクターは道しるべ。あら、早かった。旅立ちなさい、もんけん。世界があなたに真実を教えてくれる。そしてあなたがすべてを知ったとき、今度こそ私たちの目的を果たせる。なんかあるんやね。まあ、謎解きですよね。やっぱね。こう、未知があった方がね、どんどん、知らないことをパズルのように埋めていくって結構楽しい作業なんでね。はい、じゃあ、行きましょうか。世界に飛び出すと。はい、ここからですね、体験版はね。こっからやったよね。はい。じゃあまあ、ここはね、まあ、僕は30分しかしてないですけど、体験版でやった通りかな。最初の街。で、これ上もあったもんね。リアクターで調べたりしましたもんね。はい、浄化3。ほんと待ってたね。いいね。モンスター浄化。モンスターシリーズは今17年目かな。最初のテディシリーズが出てね。ドラクエ6と7の間にね。まあ5、6年あったんで、その間にね、モンスターズ。まあテリーの外伝が出たんですけどね。はい、あなたの冒険を完全確実にサポートするリアクターシステムへようこそ。当装置はあなたを支援するため作られた多目的端末リアクターです。いいね。もう今のウェアラブルって感じしますもんね。付近に集落らしい反応を確認しました。はい、あそこね。名前もう覚えてないけど。はい、じゃああそこ、静寂の草原ってとこなんですね、今はね。そっからじゃあ向かうと。途中でね、キラーパンサーとかいましたよね、確かね。はい、じゃあまあ、大丈夫でしょう。これダッシュはないのかな？ないね。はい、アイテム一応今拾えるだけか。どんどんこれ確かレベルが上がったりしたら、ゲットできるんですよね。おお、酔う酔う。これ酔うなまあね。それだけね、リアルって感じですもんね。はい、スライムかな最初なんでね、やっぱり。可愛いスライムとの遭遇。まあ、体験版ではここまではなかったですね。凝ってなかった気がしますけどね。はい、では。あ、どいてよってことで。あ、新しい、あれか。いましたね。ドラゴンみたいな。ちょっと気持ち悪いな。はい、あ、いたたたた、ひどい目にあっちゃったよ。いやはや、悪かったっちょ。お前、怪我なかったっちょ？おう、プリズニャンと一緒ですね。かわいいな、プリズニャン。おいらは、ノラーチョ、あ、ノチョ、ノチョーラ族のものだちょ。ノラモンスターのプリズニャン。はい。あ、これはお前ってことで、最初バトルかな？これ、違うか。仲間なんでね。はい、最初にプレゼントされんかな。かわいいよね、プリズニャンね。おいらが乗ってたプリズニャンがお前に懐いてるっちょなんか言いにくいな。いや、画質もいいし素晴らしいね。いや、楽しみ。ほんとね、モンスターシリーズはね、消化されるっていうよりも人それぞれなんですよね。やっぱプリズマに仲間にしますか。やっぱもともと17年8年前にね、まあ20年近く前かな、ポケモンがね、ブームになったんで、その 1,2 年後真似て作ったのがね、このモンスターシリーズなんですよね。こう、やっぱね、当時ね、ポケモンっていうのは、こう、コレクションっていうかね、その辺がね、育成と、あと交換っていうのがポイントだったんですよ。交換、育成、まあ、討伐っていうかね、交換っていうのが今までなかったんで、で、それがね、それを取り込んだドラクエ作品で、しかも、ね、こういうのが、まあ、いいとこなんですよね。これなんだ、これぶつかっていい、これは違うか、さっきのやつか、ノチョーラ族のやつですね。はい、じゃあスライムの仲間するとこが始まるのかな。で、だからね、モンスターズはね、やっぱりそこから始まってるんでね、やっぱり交換とか、まあ最近ではね、すれ違いが当たり前ですけどね。まあそういった要素がね。で、あと携帯版の方なんで、そういうのがどんどんチャレンジしてね、やってる感じですね。やっぱね、いいですよね。先手を取った。はい、じゃあどんどんスカウトしていきましょう。最初がプリズニャンってなかなかいいね。あら、ミス捕まえたかった。あ、最初は倒せってことか。まずは、まず1回目倒すんですね。
はい、まずは倒せてこい。今ちょっと話聞いてなかったんで、まあ最初はまあこんな感じかな。はい、レベルが上がると、ノチョーラ族の話あるかな。はい、ありますね。はい、チュートリアルですね、まだね。モンスターマスターの力ってのはこんだけじゃないぞ。出会った魔物をスカウトして、はい、じゃあ次はスカウトかな。はい、だから今ねスカウトゼロだったんですね。まあまあなかなかない機会なんでいいかな。はい、全回復したと。はい、じゃあ次はスライムね、仲間にしましょう。まあチュートリアルなんでね、お付き合いください。まあ、あのアイテムとかあるんですけどね、まああんま取らなくてもいいかなと。はい、スカウト。もうさっきまでねワンやってたんでね、ほんとね画質の良さもあるけど、まあ基本ね流れやっぱ一緒ですよね。綺麗になったっていうのはメインですけど。 53% で失敗あんのかな。お、成功した。 100% だったして実はね。このゲームほんと安いね。もう僕ね今コンビニで6000手前ぐらい、5000何百円で出したんですけど、スマホ版だとね20連ぐらいですぐ終わっちゃう価格がね。こんだけ綺麗な画質で遊べるってほんと幸せだなと思いますね。金の使い、僕50万以上も使ってるんでね、スーパーライトは。それ考えたら安いゲームだなと思いますね。普段ね飲み代とかもね安いなって感じるんですけど、あんまりね良くない傾向かもしれないですけど、まあね、まあ遊びの範囲内でね、キャバクラとか行ったらね年間それぐらい飛ぶんですけど、風俗系はあんま行かないんで。はい、じゃあ着きましょうか。ネクストが書いてあるんで、ほんと親切だねこれね。はい、じゃあまあ僕はね図鑑のコンプリートに関してはまだいいかな。うん、まあ適当にぶつかって、ゲットしていって、まあ育成がねほんと大事なんで、最初はねどんどん育成した方がいいんですよね、モンスターズは。まあそれ含めてゲットするぐらいでね、図鑑集めようっていう感じではないかな。はい、あら、みんないない。でも運よく捕まらなかった仲間が4人くらい残ってる。あ、なるほどね。なんか襲われたんやここね。はい、お前頭のそのリアクターだっちょ、そうだっちょ、そいつを使えばいっちょってことで、はい、これでリアクターを使って探すと。まあこういうのはなかったですね。やっぱ体験版はね簡素化された感じなのかな。はい、じゃあリアクター使って、これと何かが隠れてる。でここも体重。じゃあ他はここぐらいか。はい、じゃあ隠れてるんですね。まあノチョーラ族が隠れてるんでしょう。わ、見つかったっちょーってことで、ボーショックの手先、あ、ボーショックってそのなんかボスみたいにいるんですね。はい、じゃあリアクターでまず調べるとこから始まるんですね。はい、リアクターで調べて、まあ4匹いるって言ってたんでね、片っ端からやっていきましょう。私触るじゃありません。 Don't touch me、 触っていいのはダーリンだけよ。ボーショックの手下ではない。はい、なんかねやっぱ苦しめられたんかもしれないですね、ボーショックにね。はい、ここは入れないの？入れないみたいですね。あとはないかな。これは入り口か。入り口じゃない、さっきのやつか。いや、これ酔うね。きついな。あ、この上にもいるから、ここで、ここね、鍵がかかってる。ここいたね、今ね。ここにね。はい、まあ、リアクターでチェックした後にしないといけないんだよね。なんか下が画面ばっか見るな。はい、もはやここまでか。えいやーってことで戦う気満々なんですね。はい、オイラダッチョ。はい、まあまあいろいろね。ノチョラ族って今見たことないですね。今回のシリーズはだからこいつらなんかな。だから竜にスポットが当たってるのかな。前は獣系っぽかったよね、キングソードは。レオソードか、キングソードじゃない、レオソードは。まあレオソードほんとね、スーパーライトじゃ、あのスマホ版はね結構ややこいんですよね、あいつが出るとね。はい、じゃあこいつはねなんかシールドみたいにしてますね。はい、じゃあ次はこっちかな。はい、これで4匹目ですね。はい、リアクターか、こいつも。おめえ待ってたぞ。俺の名前はエース、よろしく。話は聞こえてたぜ。キング救出のためおめえは大くらい、あったね要塞へ。ということならおめえのリアクターを俺と通信できるようにしてやるぜ。俺はここから通信でおめえをサポートする。さあそいつを渡すんだぜ。何を渡せって？
リアクター、あ、通信、はいはいはい、リアクターで通信できるようにしたんですね。すごいなこれ。いや、ほんといい作品になりそうだね。広がる広がる。はい、見えない宝箱が近くにあったリアクターが反応すると。あ、なるほどね。今まで反応しなかったですもんね。触らないとリアクター反応しなかったのがこれで大丈夫になったと。じゃあ次何すんのこれ。ジャックのところへ行ってくれ。あいつなら門の前でおめえを待ってる。じゃあ門のとこ行けってことね。まあ、門って入り口にとくか。はい、じゃ あこの2人かな。はい、ジャックって あの戦いを持ってた人ですね。はい、人っていうか竜か。おお、どうやらエースの協力は得られたようだな。まあこれはね、リアクター変えると、憎き暴食目の住むオークラインの要塞はここから南東にありまする、今のアーチから道なりに進めばオークライと。はい、いいね。やっぱストーリーがあるといいね。なんかね、その体験版でね、全部やろうと思わなかったのはやっぱストーリーがちょっとなかったんでね。やっぱ RPG、ドラクエっていうかスクエアエニックスの最近の良さはね、まあ株主総会でも言ってましたけど、その辺がねあるっていうことでしたもんね。あ、じゃあこれちょっと並べよっか。あとリアクターしないとね。あ、違う、ライドしたいよね。ライドまだできないんかな。これなんだ。あ、これ通信か。で呪文がこれ回復とかね。でこれセーブか。まあセーブしとくか。はい、まあするような感じでもないですけど、これが何？作戦、なるほど。まあ任せろって感じですね。でこれ、ゲットしてましたもんね、力の指輪ね。はい、じゃあこんなもんかな。はい、オッケー。ライドはまだできないんかな。まあちょっと3匹揃いましょうか。その後に、ストーリーを進めましょう。はい、まず最初なんでね、まあ捕まえたいとこですね。おお、いい感じ。 100% いくかなこれは。あ、いかないか、スライムが弱いんやね。あ、そっか、レベルが1やったもんな。おお、失敗。 30% の方になっちゃったか。まあこっからね、ちゃんとした計算されながらのあれですね。はいはい、ではここからね、まあまったりゆっくり、まあたまにね飛ばすことはあると思います。ちょっとね、モンスターシリーズは1、2もそうですけど、育成がやったら時間かかるんでね。これも失敗かな。ちょっと引っかかったね。はい、終わった。スライム攻撃されて終わるなこれ。あ、終わったな。このシーンはねラスト倒すシーンですね。はい、じゃあちょっと逃げよう。はい、じゃあ、回復できんのかな。あ、そっか、1で残るっけ。1で残るんやねこれね。不思議やけど。はい、じゃあまあとりあえず1匹捕まえたよね、さっきのやつ。あ、こいつもいいんじゃん、こいつも。はい、じゃあエンカウントなんですけど、あれなのかな、その追跡とかさ、例えばされたらそっちも反映すんのかな。ドラクエ10みたいな感じでね、反映されたらあれなんですけどね、何匹か追いかけられたら全部反応しちゃうっていう。おー、初めて成功した。ぶっちゃけ。はい、2回目か、スライム合わせて。はい、じゃあこれで3匹目ですね。はい、このライドできんのかな。まだなんかそういう指示になってないもんね。まだできないんかな。まあ、通常通り、まあ、ちょっとスライム弱いんでこの辺捕まえて3匹で行きたいところなんですけどね。まあメインがね3匹ですかね、今んとこ。この辺はねまあ変わんないですね。でスタンバイが3匹いて、あとは預かり所って感じですね。もう 100% か今回は。はい、じゃスライムと交換しましょう。まあ最初はねどんどん捕まえて配合していくという感じになるんで、まあ全部ね図鑑集めようとは思わないですけど。あれ、そっかそっか、今4匹一応連れていけるんやね今回ね。はい、一応ついちゃったな。はい、大くらいかなんかの洞窟でしたっけ。はい、リアクターが勝手に反応するということですね。ああ、これね、あったもんねこれ。なるほど。はい、ではこれに反応すると、ほんとチュートリアルやね。まあ子供向けでもありますからね、まあ DS で発売するって時点でね、石碑へのアクセスを、ああなるほど、ルーラー、へえ、あ、ルーラーを可能にするってことか。ここに戻ってくるってこと。いや違うか、やっぱりあれだね、こういうのはねあったね、2って感じだね。ジョーカー2が確かこうやってバンって足で蹴って新しい特技を覚えたっていうのはありましたもんね。懐かしいな。
おー、これほんと親切、ネクストってあるんで。はい、ちょっとレベルを上げよう。ちょっとザコ倒して、捕まえるとあれなんですけど、まず倒そう。ラブリーいいね、これ行動停止のやつね。まあ最初はね、モンスターのレベル低いんで E ランクとかその辺だとは思うんですけど、この辺はね、いや F ランクかな、どっちかっつったら。もうやっぱり大好きでね、スーパーライト毎日で、今連続で300、まあ、僕が初めてね、1日も休まずにスーパーライトログインボーナスもらってますね。僕がスーパーライト始めたのはね、スマホ版はいつだっけ、スーパーあのこの間ねイベントも行ってきたんですけどね、スーパーライトって言いながらね、中身はかなりヘビーですからね。こんな感じで楽しくやれるのが一番いいんですけどね、まあ、ほんと今回ねすごい期待しちゃいますね。面白くてね、やっぱモンスターズいいよね。僕のフレンドさんもね、やっぱみんなあのスーパーライトやってるオフ会とかもやるんでね、オフ会っていうか、まあそういうイベントがあるとね、みんなと会うんですけど、やっぱモンスターが好きっていうね人も多いんでね、その星ドラはやらないと、その モンスターが好きだからやるっていう人が多くて、やっぱね思い出がね、みんなねそれぞれあるんですよね、自分のねプレイスタイルっていうかね。これはなんだ、スキルの種かな、スライムゼリー。へえ、普通の素材も出るんやね。はい、じゃあレベル上げ、まず回復系1人欲しいよね。あのモンスターじゃない、ほんとね、いいの揃えてもね、結構あの回復いないとね、やっぱきついんで。あ、レベルが、あ、これ8と一緒の方式だ。レベルが上がったら全回復してくれる、これ。やった。結構嬉しい。今回体験版と違って、体験版では、なんだっけ、あいつ。ライドを見せるっていうのもあってか。パンサーいましたもんね。なんだっけ、あいつ、ひっかきの。あいついたんすけど、ゲレゲレか。ゲレゲレいたんすけど、いないっすね。まあ、スキルはまあいいでしょう、まだ。スキルはね、まあいろいろ、まあ必須なんですけどね。はい、では、ジョーカーシリーズはね、もう始まった時には、ジョーカーシリーズは、ね、2006年の年末だったんで、ドラクエのね、メインで考えたら、2006年、8と9の間か。あ、やべ。やべやべ。これね、ちなみになんですけど、今スカウト間違っておっしゃったんですけど、一匹ね、仲間に持ってるじゃないですか、こいつを。このハットをね。そしたらね、確率、今ね、すごい高いですけど、80% までいったんですけど、本来はね、160%、倍までいけるんですよね、倍まで。これ、2匹目捕まえるのって結構ね、大変で、今回ね、簡単にいけたんですけど、まあ、レベルが低いんでね。ね、でも、スライム入れたいね。はい。まあ、2匹目以降はね、連続して取るってなると、結構ね、リアクター?あ、ここか。なんだこれ。お、宝箱あったね。これは本編と一緒やね。なるほど。シースルーというか見えないやつですね。はい、こいつを捕まえましょう。こいつはザオラル、ザオリク覚えそうやね。まあ、あと一気にベホマラーの方覚えそうな感じがするね。まあ、モンスターズ、あ、これは捕まえれるね。やった。スライムと交換しようかな。でもスライム系一匹入れたいんで、獣系が外したいか。まあこれね、ほんと系統があって、まあね、いけるかな?あ、失敗?まあ 45% なんだよね。あ、それ倍速まだなんだこれ。倍速も確か、そのミッションっていうか、まあストーリー進めていけばそのうちね、出てくるでしょうけど、まあ最初からはね、倍速ないのかな。はい、一応 50% 近くの確率なんで、まあそれでね、まず仲間にしましょうか、こいつをね。まあ、系統別分けてもいいけど、いけるよね。マジかよ。なんか、サチウスですね。まあ、とりあえず倒しましょう。いいですね、応援。応援ってこれは普通に、オートでやってくれたやつかな。お、いいね。これね、連続攻撃っていうのは、素早さとか、早い連中で集めたり、遅い連中でね、わざと集めたりしたら、連続攻撃っていうのはできるんでね。まあまあおなじみなんですけどね。イルルカぐらいから出てきたかな。イルルカの前のあれか。テリワンぐらいから出てきたかな。まあ7年ぐらい前。7年も経ってないか、テリワンは。テリワン出たのっていつだっけ?ドラクエ10の前後だったから、3、4年前か、まだ。まあちょっとレベル上げしますね。すいませんけど。まず最初はね。
まあ、軽くレベルが上がるんで、まあ、武器とかも特にないもんね。いいね、火力高い9だ。レベル低いからレベル4か。みんなはい、まずこいつを手に入れたいけどな。まあとりあえずストーリーですね。まあここで落ちることはあんまないかな。これルーラーポイントかな。はい、ルーラーポイント、おお、いいね。はい、じゃあここに飛べるといいね。こうやってこまめにフィールドが広いっていう証拠ですね、これね。 FF っぽいね、この辺は、ね、はい、なんだこれ、焼肉。この辺ボスいたけどね。ここでまあレベル4ですけどね、スライム以外はね。まあ、あへえ、こいついたけどね、体験版の時普通に街にね。はい、リアクターが反応。ボス戦とかじゃないよね。ここボスいたけど、ほんと体験版と全然違う話になってますね。はーい、ではどうすんだ。リアクターまず使えってことか。はい、ここで、鋼の鳥かご。鋼で作られた頑丈な檻、ノチョーラを閉じ込めるために使われると。何これ、ノチョーラの王、まああいつね。で他はないかな。はい、ないね。まあ、いったな。ここのパソコンがっぽいな。はい、これで起動して落とすとかですかね。こういうのね、上下とか檻とか見るとね、ドラクエ5の最初のね、子供時代に、ご飯にして食べられそうになったシーンを、何城だったっけあれ、城があるんですけどね、最初ね、お化け屋敷みたいな城が、ああいうのを思い出しますね。はい、これでカゴを下ろせたはずだ。カゴのところまで行ってくれ。ああ、今の通信か。はい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 、最初ね、いじってもらいましたもんね、あの街で。はい、ということで OK と、こっちで正面からね。はい、まあチュートリアルの一環なんでね、まずは救うことから始まると。まあそうですよね、ドラクエクエストっていうぐらいなんでね、依頼されてちゃんと依頼をこなしていくと。でお金になったり信用を勝ち取ってね、行くと。あ、いましたね、こいつか。アポーショック。覚えてすらない。こいつ倒してなんか製品版お待ちくださいってなったな。もう製品版で覚えてるよって言ってたもんね。 リアクターおめえレジスタンスだな。レジスタンスの人間だべ。すっかり片付けたと思ったんだが、まだ生き残っていたと。はい、レベル低いけど大丈夫かな。レベル4。心配やね。これ負けるかもね。製品版で覚えとけっつって、製品版でも、体験版でも結構ギリギリやったんで。はい、ではね、倒していきましょう。特に命令したところで何もないんですけど、まあ戦うでいいよね。まあ最初なんでね、優しくできてることでしょう。まあ4匹仲間にするかどうかがポイントな感じするけどね。まあレベル4は推奨通りだと思いたいけどね。おお、6食らった。まあこれはいけるね。うん、4匹仲間にするかどうかがポイントっぽいね。 OK、 あれまだか。これで OK、 1匹目。オッケーオッケー、これはいけるね。なんか目がおかしくなってるね、これね、暴食ね。左目がなんか充血してる、結膜炎じゃないけど結構ひどい感じ。ラブリー、お、死んじゃった。大丈夫か、あと6。はい、あと1匹。暴食2、しょぼいね。お、13。せっかくなんで使いたいけど、やっぱもう、あ、まあいっぱい食べるってことか、こいつは。石ころしかないんだ。石ころ投げたらどうなるんやろ。クラウンかな？あ、ゼロか。まあ、石ころって言ったら、まあ、歴代シリーズでもね、出てくるんですけど、まあ、基本、起こしたり、怒らせたりっていうのがポイントな感じしますけどね。まあ、霜降り肉とか投げたりするんですけどね。まあ、その辺でね。すいません。お、テンション上げてんのか。防御しようかな。どこまで上げるかちょっとわかんないけど、なんか危ない感じするね。お、来た、誰？ゲッ。おー、大丈夫か。おっしゃー。製品版でも買ったよ。はい、レベルがね、全員5まで上がる、あれ、上がりましたね。神々やな。はい、スキル覚えましたけど、まあそのまま行きましょう。はい。まあちょっと後で休憩するんでね、まあこの放送止めてね、その時にスキル調整しときますね。はい、なんてこった、やられちまったべー。はい、おのれってことで、まあ普通に倒しただけか。目のあれはおかしくなかったね。なんか犯されてんのか、モンハンのね、なんかシリーズみたいな感じで。人間よくぞ、おー、なんて、何時、なんやっけこれ。よか、よはって言うもんね。
要は王様であると。モンスターマスターのようじゃな。これで OK かな。いや、この主人公の靴の色いいね。靴っていうかズボンの色とかスカーフね、意外と良かった。結構後ろ姿も様になってる。ほう、レジスタンスを知らんとな。このリアクターは単なる飾りと申すか。記憶を失い、草原をさまよっていたらノチョーラのものと出会ったというか、まあそうですね、今のこの、まあ、30分1時間のお話ですね。ウッドパークエイクルが良い、さっきのとこね。はい、まあルーラーも覚えたんですぐ行きましょうか。まあ今日のとこは、この辺にしときましょうか。まあすぐね、すぐ続きやりたいとこなんですけど、あんま長くなっちゃうとあれなんでね。まあここにルーラーポイントもあるしね。で、あいつはゲットしてないからゲットしよっか。じゃあここちょっと飛ばします。はい、というわけでルーラーの場所もね、細かくあるみたいですね。やったやった、なんかいいね、ほんとね。親切ワンやってたんでね。今ワンは足音うるせえし遅えし親切だらけだったんですけどね。まあ当時は当時でね、革新的だったんですけど、まあ慣れたもんでね。はい、では、第1章みたいなとこは終わりかな。まあチュートリアル編ですね。まずは地上の方のチュートリアルかな。あとはあの水の中潜ったりね、今後あると思うんですけどね。まあ楽しくやっていきましょうか。まあ長いシリーズになるとは思うんですけど、まあ基本ね、こう垂れ流しの方と、あとはまあ1日1個ぐらいでなんかまとめてね、金作なり序盤のね、気づいたこととかね、まとめていきたいなと思います。はい、ブレイクモンスターを打ち滅ぼし、世に平和をもたらす希望の光に違いないと。はい、良いかもみけん、力を合わせていけと。なんか仲間にするのかな、誰か。はい、まずはこの上にあるモノリスより、モンスターマスターの聖地へ行くがよい。いいねいいね、やっぱ大樹って感じするよね、モンスターシリーズはね。大樹の王国から始まりましたからね、最初はね。はい、では上に行ってモノリス、そこから行きましょうか。やっぱびっくりマークがあると分かりやすいね、オンラインゲームみたい。はい、ではここはモノリス。おお、ルーラスにはね、旅の扉みたいなもんか、どっちかっつったら。同じとこ行くね。こちらは、モンスターマスター専用施設、バーチャルコロシアムです。あー、なんかコロシアムってあったね。はい。はい、音声だけで失礼します。はい、私は当施設を管理するための人工知能。いいね。あれじゃないですか。最近、囲碁の人工知能。あれすごいね、あれね。あの人の経歴とか見たらすごかったな。人工知能の人の、Google の。はい、登録番号768474、ようこそもみけさん。俺ならではの番号なんかな、別の。僕はね、セブンイレブンで普通にね、ダウンロード版買って、任天堂ダウンロードコーナーからね。はい、Cランク。なんかあるんやね。まあ、レベル上げがほんとね、しんどいんで、早くレベル上げのポイントを見つけて、ダッとやっていくっていうしかないですよ。まあまあ、歴代はね、まあ、レベル上げは鍵、メタルの鍵なんですけど、1の時はクリア5なんですよね。C ランクのライセンス資格をお持ちですか？参加の意思は終わりですか？はい、3試合ずつ。何これ、勝っていいんか？全然勝てる気がしない。なんかポケモンの、バトルみたいね。はい、C ランクの戦い。勝ちたいけどね、弱すぎるよね。まあ相手も弱いんか。こっち弱すぎるよね。さっきのボス戦とこのボス戦。一応ボス戦みたいな感じか。はい、もう攻撃だけでいきましょう。お、いいね、ラブリーで来た。まあここもチュートリアルの一環でしょう、コロシアムっていうのも。いいねいいね。まあまあ、やっぱりさっきね、一番最初に言いましたけど、対人系がねやっぱり特徴なんで、まあ交換したり対人したり、その辺がね、まあ交換というかこの場合は配合かね。僕ね、1も2も大好きでね、2の時は東京でね、がっつり仕事してたんで、秋葉原行ってね、すれ違いコーナーやってましたね。その横にね、カフェがあるんですけどね、そこにね、行ってね、こう、なんか、ね、すぐどいてくださいって言われて、超キレられるカフェなんですけど、2階でね、で、そこで出会ってね、僕結構ね、横にいる人とか話しかけるんですけど、で、大学生か誰かとか、多分ね、このシリーズ大好きなんでね、この放送聞いてないかもしれないですけど、モンスターズは絶対やってますね。あの時ね、大学どうしようかなって悩んでて、筑波のね、大学院かなんかあるなって言ったんですよね。なんかね、人生相談3回4回ぐらいされてね、何回か説教したんですけど、ああ、死んじゃった。これやばいな、これ2試合負けちゃうかな。説教するほどのものじゃないですけど、まあまあ。やばい、これ負けちゃう。これ3試合勝たなきゃいけない系やもんね。じゃあちょっと鍛えて、8ぐらいかな、レベル。
上げてこないといけないって感じかな、これは。はい、ちょっと甘かったかな。まあね、そんな感じでモンスターズシリーズはね、ユウマくんっているね、ユウマくんだったかな、うん。一応ね、あの後も LINE でちらほら、LINE というかメールでね、やり取りとかしてたんですけど、元気してるかな。もう仕事忙しくてね、できないかもしれないですけどね、大人になったら。でも、携帯ゲーム機なんで、こっちはできるか。まあね、元気していればね、いいんですけどね。まあまあ、東京いないんでね、今、会うこともないですけど。はい、じゃあこれラストバトル。これ勝たないといけないんか。きついな。アイテム使えるのかな、ちなみに殺し。お、全回復してんのか。あ、違う違う。1で、あれか。ダメだね、道具はね。まあまあ、そら死ぬわ、2人は。いや、これ負けるわ。はい、というわけでね、普通に負けちゃいましたね。まあまあ、ここはレベル上げていけってことかな。まあちょっと時間、そのままスッと来たんでね。まあレベル3ぐらい上げて、あとは、あ、ここ負けるように、再度挑戦してくださいか。はい、負けるようにはできてないっすね。はい、というわけで、もう大丈夫かな。もうこれ、別に戦わなくてよかったよね。まあすいませんね、普通に。まあここは入ればいいだけだったね。はい、じゃあここが、バーチャルロビー、バーチャルコロシアムロビーか。はい、ということで第1回目、まあちょっとレベル上げしてね、コロシアム勝つとこまで行きましょうか。まあここで一旦休憩したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。最後ね、見てくださって本当ありがとうございます。まあジョーカーシリーズね、まあまあ淡々とやっていきたいと思います。クリアまでね、やっていきたいと思います。はい、失礼します。またまた。